魅力いっぱいの東川町、かなこさんにこの町ならではの場所へ案内していただきました。ここが大雪朝日岳泉水取水場になります。すごい勢いで出てますね。そうですね、新鮮なお水が毎日こうこうと出ています。お二人が訪れたのは大雪朝日岳泉水公園。ここでは誰でも朝日岳の天然水を汲むことができるんです。施設維持のため協力金も忘れずに。あ、冷たい。おいしい、冷たい。すごいまろやか。水の質としては中高水にあたるんですよね。あ、そうなんですか。実は東川町は道内で唯一の上水道がない町。町内の各家庭ではこの朝日岳の伏流水を汲み上げて使っているんです。ということで上水道料金はただ。町中の散策を続けるお二人、手塚さん、何か面白いものを見つけたようですよ。あれもそうなんです。これお薬屋さんなんですけど、下を見ると自分の具合が分かるっていうことでベロをベーと出して。町のあちこちで見かける木の看板はそれぞれのお店の特徴を表しているんですね。さすが木工の町。あ、豆腐。ここは老舗の宮崎豆腐店さんなんですけれども、はい、お豆腐美味しいんですよ。じゃあ行ってみたいです。ぜひ行きましょう。行きますか。はい、お二人が入ったお店は昭和2年創業の宮崎豆腐店。昔ながらの製法で作る木綿豆腐は朝日岳から湧き出る天然水と道産大豆を使用した人気の商品。今回特別にお店で試食させていただきました。うわ、おいしい。本当に大豆そのものの味。あ、それでしっかりギュッと味詰まってるんだけど、うん、口でこう噛み締めるとふわっとしてきますね。私ね、今気になってるの、あれ何作ってるんですか。いい匂いもしてきましたよね。すごくいい香り。食欲をそそる音と香り。出来たて厚揚げの試食をおねだりしちゃいました。はい、うわ、おいしそう。厚揚げ。そうです。はあ、人気ですか、やっぱり。そうですね、豆腐の次ぐらいにはよく出るものです。このお店、歴史感じますけど、はい、どれぐらいなんですか。昭和2年から、僕のひいじちゃんから。何代目で。あ、まだ継いでいないので、はい、母なんですけど、継げば4代目、うん、あ、そうですか。その水で味っていうのはかなり変わるものですか。水と大豆とにがりしか豆腐は使わないので、やっぱりかなり重要な位置を占めてるかなと思います。ご主人のお話に興味津々の手塚さん。でももう待ちきれませんよね。揚げたて熱々をガブッといっちゃいましょう。どうですか。すっごい美味しい。ありがとうございます。豆腐のね、この水分がジューって出てくるのが、ね、閉じ込めてるからね、うん。かなこさんもどうぞ。もう外側のサクサク感がたまらないですね。中もふわふわで美味しいですけれども、外側だけをいっぱい食べたいみたい。地元の人々に愛される伝統の味。東川町に来たらぜひ訪れたい場所です。